ニコラス・ブレイク・ソラックは、アメリカ合衆国入りの一デュ・ページ軍、ウッドリッチ出身のプロ野球選手、ウトウ・オミギウチ。MLB のテキサス・レンジャーズ所属。2016年の MLB ドラフト2巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9 スタテン・アイランド・ヤンキースで、プロデビュー。64試合に出場して打率。321。 三本塁打、二十五打点、八盗塁を記録した。2017年は、AA 級タンパヤンキースと AA 級トレントンサンダーでプレーし、130試合に出場して、打率、297、12本塁打、五十三打点、十四盗塁を記録した。2018年2月20日に、アリゾナダイヤモンドバックスを含んだ三角トレードで、タンパベイレーズへ移籍した。 シーズンでは、参加の AA 級、モンゴメリービスケッツでプレーし、126試合に出場して打率。282、19本塁打、76打点、21盗塁を記録した。2019年は、トリプル A 級ダーラムブルズでプレーした。2019年7月13日に、ピート・フェアバンクスとのトレードで、テキサス・レンジャーズへ移籍した。移籍後は、 参加のトリプル A 級ナッシュビルサウンズへ配属され、移籍前を含めたマイナー2球団合計で115試合に出場して打率。289、27本塁が74打点5盗塁を記録した。8月20日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のロサンゼルス・エンゼルス戦にて6番指名打者で先発出場してメジャーデビュー。 この年メジャーでは33試合に出場して打率、293、5本塁打、17打点、2投塁を記録した。ありがとうございます。